アレックスこと、アレハンドロ・フェルナンデス・イグレシアスは、スペイン・マドリード出身のサッカー選手。カディス CF 所属。ポジションは MF。レアル・マドリードに所属しているナチョは実刑。2003年から RSD ・アルカラでプレーし、2005年に、レアル・マドリードのユースに入団。2010年7月、トップチームのアメリカ遠征に帯同し、 クラブアメリカとの親善試合で初めてトップチームの一員としてプレーした。8月29日のコレウショ FC 戦でレアルマドリードカスティージャでのリーグデビューを果たした。2011年3月6日のラシンサンタンデール戦でトップチームからの招集を受け、後半終了間際にメスとエジルとの交代で出場、プリメーラディビシオンデビューを飾った。 2011年に開催された U-19 欧州選手権では、スペイン代表の優勝に貢献、大会最優秀選手に選ばれた。2015年8月18日、チャンピオンシップのレディング FC に、シーズン末までの契約で、期限付き一席した。エルチェ CF 対談後の2017年8月7日、カディス CF と2年契約を結んだ。 ありがとうございます。